こんにちは、人妻ゲーマーです。対策が目白押しで夜しか眠れないですね。ちなみに私が今楽しみにしているのはラスアスリメイクです。早くやりたいんですけど、マルチは怖いから絶対できません。さて、対策やってると時間があっという間に過ぎますよね。最近のゲームってグラフィックもすごいし、操作も多くて、社会人になって仕事疲れちゃって、さーて土日にやるかとか思って間を開けたりすると操作絶対忘れません。私はめっちゃあります。でそこから積みます。そんなわけで、サクッと土日で終わる、なんなら一晩で終わっちゃう社会人や部活ばっかりでなかなかゲームができない学生、忙しい人向けのゲームを紹介していきたいと思います。このチャンネルではおすすめのゲームを紹介していきたいと思うので、よければチャンネル登録といいね、こんなゲームもおすすめだよっていうコメントもぜひお願いします。1. インサイド。インサイドはプレイデッドによって開発されたパズルプラットフォーマーアドベンチャーゲームです。操作は歩く、走る、掴むといった簡単操作のみ。ゲームが苦手な旦那もクリアできました。森で目覚めた少年が左から右へとただひたすら何かに追われながら逃げていくゲームです。初見殺しのギミックが多数ありますが、死んですぐのところでチェックポイントがあるのでストレスなく進めることができます。何より印象的なのはこの独特の雰囲気。BGM はほぼほぼなく、効果音のみでストーリーが進んでいきます。BGM なしで急に犬の声がすると、本能的に、あ、これやばい、逃げなきゃやばいやつ、と自分の足にも力が入ります。そして逃げ遅れると無残に食い殺されます。プレイ時間はだいたい2、3時間ほどでサクッと終われるのに、ストーリー性も演出も素晴らしく、数々のゲームオブザイヤーにノミネートされた作品です。2. Life is Strange。 説明するまでもなく有名な作品ですが、簡単にご紹介させていただきます。アメリカの架空の街、アルカディアベイを舞台に、時間を巻き戻せる能力を持った女の子マックスの青春ストーリー。ゲームシステムはマックスを操作して、オブジェクトに触れたり、クラスメートと話して物語を進めていく。特別な会話では選択肢が出るので、その選択によって悪いことが起きたり、いいことが起きたりするのも全部プレイヤー次第。このゲームも数々の賞を受賞しており、人気作のため、Life is Strange Before the Storm、The Awesome Adventures of Captain Spirit, Life is Strange 2, Life is Strange True Colors といった番外編や続編が多数発売されています。ストーリーももちろんいいんですけど、私が一番推したいのは曲のセンス。なんといってもエモい。夕焼けを見ながら友達と話すシーンとか、最高潮にエモい気持ちになることを受け合いです。エンディングまでだいたい10から15時間ほどなので、休みの土日にやるのがベストです。3. ウォーキングデッドシリーズ。あまり話題になってるところを見たことがないんですけど、私の調べ方が悪いのかな、シーズン4まで販売されていて、3、4はまだ日本語字幕が対応しておらず、いつになるか心待ちにしていたんですが、なんとゲーム会社が倒産したので日本語版は望み薄という結果に。それでも1、2はとっても面白いので、ぜひ手に取っていただきたい。ドラマ版ウォーキングデッドと同じ世界線で、荒れ果てた終末の世界を生きる主人公リーの少女クレメンタインの物語。操作はまたオブジェクトを選択したり、人物と話をしてゲームを進めていくタイプ。会話には選択肢が現れ、時間制限もある中迷っていたりすると仲間のキャラクターが普通に死にます。また意見が合わないキャラクターは仲間にならなかったりと、プレイヤーの選択によって展開が分岐していくアドベンチャーゲーム。何がすごいって、マジめっちゃすっごい精神えぐってくる。これゲームでやらせるっていう内容ばっかりです。ドラマ版のあの不条理な暴力が体験できます。あの時あの人についていけばとか、あの時あんなこと言わなければとか、現実でも後悔することいっぱいあるのに、短時間のゲームでも思わせるって、私なんでこのゲームしてるんだろうって気になります。シーズン1、2どちらも10から15時間くらいでクリアできますので、暗い気持ちになりたい人はぜひ。 4. ワンダと巨像。ソニーコンピューターエンタテインメントより2005年10月27日に発売された PS2 用ソフト。ファンの声が根強く、 PS3 では HD リマスター版、後に PS4 ではフルリメイクされ、 PS5 でも遊べるようになった本作。ゲームシステムはとってもシンプルで、主人公ワンダの持つ剣の光をヒントに、広大なマップから巨像を探し当てて倒していくというもの。アイテムや経験値といったものはなく、
プレイヤーの知恵ととっさの判断力でクリアしていくものとなります。説明するまでもないほどの有名な作品ですが、初めてこれをプレイしてエンディングに行き着いた時はまあ号泣でした。キャッチコピーの最後の一撃は切ないの通り、最後の一撃のたびに本当にこの巨像って倒してよかったのかってプレイヤーに思わせるほど演出がすごい。これも10から15時間ほどでクリアできます。5、アンチャーテッド古代神の秘宝。ノーティードッグから発売されたアンチャーテッドシリーズのスピンオフ作品。プレイヤーはオリジナル版で出演していた藤子ちゃん的な存在であるクロエを操作します。スピンオフ作品だからそんなに期待できないかもしれないなとかって思ってたんですけど、いざやってみたらさすがはノーティードッグ。映像は言わずもがなだし、操作性も変わらず爽快感があり、映画並みの演出が至るところに散りばめられていました。サクッと終わらせたいのにトレジャーハンターという職業柄、歴史的大発見な建造物を普通に登ったりするので、フォトモードを開いたもんならこだわりの1枚を撮るために気づけば30分1時間なんて時間が経ってることもまあ多々ありました。話自体はオリジナル版から完全に独立していて、クロエとオリジナル版で敵だったナディーンのバディとなるので、前作をやっていなくても問題はあんまりないですね。10時間くらいでサクッと終われて、爽快感もあって、どっか旅行した気分にもなるので、土曜日なのに超絶おすすめゲームです。いかがだったでしょうか？対策は対策でガッツリやれていいんですけど、たまにはこういったサクッと終わるゲームも本当におすすめです。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。